磯崎美代です。前回までね、メーカーさんから、カメラやレンズいろいろお借りしていましたけども、自分がね普段使ってるレンズをねちゃんと紹介しようと思って、今回はねオリンパス EM1 マーク2についている、同じオリンパスの MZ-IQOO 74 F2.8 プロを紹介しようと思いますけども、レンズキャップ外すとね、こんなでっかいこう前玉がついていてね、これはね非常によく映るレンズなんですよ。で 7-14mm ですからね、広角 14mm 相当から 28mm 相当と、まあ一般にねこの超広角レンズってね使い方が難しいわけですよね。特殊な広角のこう視覚ですから、肉眼を超える広角レンズですからね。ですから、その使い方として、僕がね奈良と京都に行ってこの 7-14mm を使って撮った写真を、お見せしようと思いますけども、まあ、今最近天気悪くてなかなか出かけられないしね、あとまあコロナで旅行もできないですよね。だから、せっかく僕がねこの高性能のレンズで、奈良京都に行った写真があるので、それ見せながらねこのレンズいかにすごいかということと、あと、広角レンズ、特に超広角レンズの使い方の参考になればと、思います。一応レンズの説明すると、ズームレンズですね。でね、これが、7mm なんですね。でズームをね 14mm に、切り替えていくと、こうね前玉がね引っ込むんですよね、こうやってね。でそうするとね、これで 28mm 相当の 14mm ですからね。でそうするとこうちゃんとねフードの効果がねこうズームによってこう変わってくるわけですね。 7mm になると、超広角になるのでフードは短い方がいいわけですよね。でそういうねこう設計もちゃんとしていてね、なかなかねいいんですよね。であとねプロレンズですから、オリンパスのプロレンズはフォーカスクラッチがついてるわけですね。オートフォーカス、マニュアルフォーカスの切り替えはこのリングをかじっと、ね、引くだけでいいわけですね。でここに、距離メモリついてますから、で、普通の撮影はねオートフォーカスでいいと思うんですよ。で超広角になると被写界深度深くなるので、マニュアルでピント合わせるよりもオートフォーカスで合わせた方が正確になるんですけどね。でもねこのレンズはね最短撮影距離がねここに 0.2 って書いてありますけど、20センチまで寄れるわけなんですよね。ですからね昆虫の摂写をする時なんかはこうマニュアルフォーカスで固定して、で、メモリ見ながらピント合わせた方が便利だったりするんですよ。で今回ね昆虫の作例はないんですけど、それはねまたの機会にお見せしようと思いますけども、普通にね、一般的に風景撮影、あと建築の撮影ですね、京都奈良行って建築の撮影してきたんですけども、中心から周辺まで非常にシャープな画像で、しかも直線がピシッとまっすぐ映るんですよね。だからその意味では非常にね安心して使えるわけですよね。でプロレンズね、オリンパスのプロレンズちょっと高いですけども、でも性能的にはもう安心なんでね、とにかく写真が悪かったらレンズのせいにできないとね自分が悪いんだと、そういうね安心感があるんでね、これを買ってしまうというのはね、手なんじゃないのかなと思うんですね。でもあとこのレンズの特徴としては何といっても、小さくて軽いですよね。マイクロフォーザーズのレンズとしては結構ずっしりして前玉も大きいしね、結構重いと言えるんですけども、でもね 14mm の超広角から 28mm のズームっていうとね、これは 35mm 版フルサイズでいうと、もっとでっかくなっちゃうわけですよね。だからシステムのトータルな小ささ、コンパクトさ、それでいて画質がその、スマホとは違うわけですよね。で最近スマホにも、最近は iPhone の12か、ね、発表になりましたけども、相変わらず超広角の 13mm 相当搭載されているんですけど、そういうものとは、次元の違う写りが楽しめるはずだし、最近だからね超広角がねスマホにも搭載されて身近になってきたんでね、これでどう扱うかっていうのね、その参考のためにも私が撮ってきた写真ね、早速見ていただこうと思います。まずね奈良に行った時の写真ですけども、
これね法隆寺ですね、まずね法隆寺の境内に入るとねこうすごくこう平らで直線のこうすごい敷地がね広がっていてねレンズを水平に構えて、上とか下に振らない で水平線も真ん中に持ってくるとそうするとね超広角特有の変な歪みがなく映ってねしかもこうビシッとこう広々とした清々しいこれぞ文明だっていう感じがしたんですよね。文明国としての日本の始まりが奈良にあるとね。でそういうね感動をね7ミリの超広角で表してみたと。これはね法隆寺の中に入って、回廊からお庭を見たところですけどもこれはね14ミリの28ミリ相当で撮ってますね。でもう結構あれ雨がねだんだん激しくなってきてね雨粒も、映ってますけども、まあ、それも含めてね雰囲気としてはいいなと思うんですけど五重の塔ですねかなりね雨が激しくてこのね激しい雨が映ってるのもねいいなというふうにして思うんですね。これもね14ミリの28ミリ相当で撮ってますけども実はこれは画像加工してありまして、元の写真見るとこんな感じなんですね。あのねパースを補正してるんですよ。もう一回修正した写真見てもらうとパースペクティブをねフォトショップでこれはまっすぐにしてるんですね。だからまあシフトレンズを使って撮ったのと同じ効果ですけども建築っていうのはこう垂直で立ってるところが気持ちがいいので私はこういう写真を撮るときは割と積極的に後加工で垂直を補正したりするんですよね。これは別のアングルから見た五重の塔ですけどもこれはね、まあ、あえてレンズのパースをね補正しない仕上げにしていましたけどもこれねこう白い丸がなんかこうペタペタっと2つくっついてますけどこれはねレンズについた雨粒なんですね。でその時ねレンズペーパーとかティッシュとか何もなくてねまああえてこのまま作品に仕上げたんですけどね。で右側にこれ修学旅行の生徒の列ですけどね、まあ、今京都の修学旅行も自粛でなくなってると思うんですけど、まあ、この頃はこういうものがあったわけなんですね。これは夢殿ですね。で、まあ、非常に綺麗な建物ですけどもこれもだから夢殿だけを切り抜いてアップで撮ってもよかったんですけどもこの時はその周りの空間ですね法隆寺の境内っていうね特別な空間ですからねその我々がその住んでいるその雑然とした町とはね全然違うわけなんですよね。でそういう、こう空気感にやっぱりねその心が動かされるとね、そしてそういう写真になるわけなんですよ。でね、その次の日に、京都に行ったんですね。忠須の森というところに行ってきたんですね。これ忠須の森って漢字難しくて読めなくて後でネットで調べたんですけども下鴨神社の鎮守の森なんですね、ですからまあ敷地内入るとこういう、気持ちのいい森が広がっていてでこれも、7ミリの、超広角で撮ると、まあ、非常に気持ちのいい空間として、映ると。でねこれはね、サザレイシ、ね、君が代に歌われたサザレイシっていうのは本当にあったと私はちょっと知らなかったんですけどもでこれは楼門という門ですけどね、これも重要文化財らしいんですけども屋根が随分こう大きく映ってますけどもこれはね超広角の14ミリ相当で割と近づいて撮ったからそういう風にしてますレンズでデフォルメされてるんですけどね、まあ、実際のこの門はこんなにすごい屋根ではないですけどね、まあ、デフォルメはされてますけども垂直水平はきっちり撮ってでしかも地面と建物の境目がこう真ん中に来るようにして手前の砂利に映ったその木の影ですよねこういうものも綺麗だなと思いながら構成して写真を撮ったと。でこの門をくぐるとこれはね舞殿というね建物らしいんですけどねとにかくあんまり予備知識なしでなんかここすごいとかね綺麗だなとか思ったところを、まあ、今回は取り歩いたんですけどもこの舞殿自体も非常に、ね、綺麗な建物ですよね。そして周りの空間も非常にね気持ちがいいのでそういう時にこそこの、7ミリの14ミリ相当ですね超広角で撮るとピシッとはまるわけですね。
で次にね、旧三井邸下鴨別邸というところに行ってみたんですけども、明治13年の建物もこう移築されていると、そういう、まあこれはこれですごく歴史のある建物でね、非常にねかっこいいですよね。これはこれでかっこいいなと思って撮ったんですけども、これはね、14mm の 28mm 相当で撮って、パースをまっすぐに矯正して撮ってますけどね。中入るとこんな感じでね、まあ本当に重厚な木造家屋でね、まあ、非常に、ね、凝った作りの建物なんでね、いろいろとディテールを見てもね面白いんですよね。これねお風呂場ですよね、まあ、とってもいい雰囲気としか言えないんですけども、オリンパス EM1 マーク2ですね、あの手ぶれ気にせずに、まあ、もちろん気をつけて構えるに越したことないですけどね、これなんかあの洗面所ですけども、こういう暗いところでも、まあ、安心してシャッターが切れるので、まあ、非常に重宝するわけですよね。これはまあ庭に面した回廊ですけども、これはね縦構図ですね。で同じところを横構図で撮るとまた雰囲気が違うんで、まあいろいろこう試しながら撮っていくわけですね。でまたねこれねお庭が素敵なんですよね。やっぱりお庭っていうのもねそれなりにこう手入れをして管理していくところなので、純粋な自然とはまた違う趣があってね。でしかもまあこういうね三井別邸みたいな立派なお庭ってもねあんまり改めて見る機会がなかったんでね、こりゃすげえなと思いながら写真を撮って、いたわけなんですね。とにかくねどこ見ても、綺麗なんですよね。で、振り向くと建物が別の角度から見えるんですけども、まあ、非常にねやっぱりいい建物っていうのはいいですねっていうか、やっぱり変化があって面白いですよね。一つの建物の中にいろんな要素があって、まあ、面白いなというふうにして思うんですけどね。でこれはお庭の池と建物があるという風景ですけども、基本的にこれもね、垂直水平を意識して、で真ん中に水平線が来るように、きっちり撮ると。でそうすると、まあ、人工物であるところの建物と周りの自然物ですよね、そういうコントラストの面白さっていうのがより際立って表現できるんじゃないのかなと思うんですね。以上ですね、オリンパスの M 随行デジタル 714mmF2.8 のまず描写の素晴らしさですね。それとね、このね特に 14mm 相当の超広角をねいかに使いこなすかというね、その実例として私が過去に奈良京都に行った時の写真を見ていただきましたけども、やっぱりね、35mm 版フルサイズと違ってレンズが比較的小型軽量なんでね、まあ、旅行に持ってってね、パッと撮るにはいいと思うし、まあ、今見たみたいに、かなりねきっちりした写真が撮れるわけですよね。でそれとね超広角の使いこなしとしてはやっぱり僕の場合はこう水平垂直を意識して撮った方が目が疲れないですよね。で今スマホにも 13mm 相当の超広角ついてますけども、広角レンズだからってねこう斜めになんかいろいろ撮ったりすると端っこが歪んでね目が疲れますよね。だからね僕としてはその水平垂直まっすぐ撮るという撮り方を、まあ、おすすめしたいし、なんだったら後で、フォトショップで、パースをねこう補正すると、まあ、EM1 マーク2はじめオリンパスのデジカメにはデジタルシフトの機能ついてるんですけども、でもね僕はねデジタルシフトよりも後加工で垂直補正する方が合理的だと思うんですけど、まあその辺の話もねまたおいおいやってみたいと思いますけども、というわけで今回は以上であります。どうもご視聴ありがとうございました。